始まりました、かっこチャンネル、イエーイ。今日はかっこが歌う曲はこちら、スピッツさんのロビンソンです。これはすごい有名な曲ですよね。ロビンソンはもう何年前、10半年前なんで、私が小学生の頃だったんですけど、すごい覚えてる。当時すごい好きだった同級生の子がいて、私が転校しちゃったので会えなくなっちゃって、で当時そのロビンソンが給食の時間に流れてきたんですよね。その子供ながらにその大好きだった何々くんと会えなくなっちゃったっていう思いと、そのロビンソンが給食で流れてきて、なんか食べてたんですけど、食べながら泣いたっていう思い出があります。子供ながらにもすごい感動していい曲だなって思って聞いてたんですけど、大人になってね、今改めて聞くと、なんかああいい歌だなって思いは変わらなかったです。すごいいい歌なので、カゴを歌わせていただきました。聞いてください、カゴ愛でロビンソン。というわけで、今日カゴが歌ったのはスピッツさんのロビンソンでした。いかがだったでしょうか。歌ってみてすごい気持ちよく歌わせていただいて幸せでした。ありがとうございました。さて今日はですね、バンドメンバー紹介第2弾ということで、以前はね、カゴチャンネルで今やってもらってるバックバンドのキーボード、カミチョさんに来ていただいたのですが、今日はなんと、ドラムをやっていただいているカズシさんを紹介してみたいと思います。カズシさん、いらっしゃい。ルールル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 。こんにちは。こんにちは。自己紹介よろしくお願いします。はい、ドラムやってます、カズシです。イエーイ。カズシさんってドラム歴はどれぐらいなんですか？はい、もう二十数年
以上。長っ、ね、中学校1年ぐらいから始めたんで。ずっとやってて。ね、今ではすごい有名なアーティストさんのドラムを叩いたりとかしてるの知ってるんで、もう本当ありがたいです。ありがとうございます。で、カズシさんとの出会いはですね、言っていただいていいですか。旦那さんの、はい、私の旦那さんのヨシ君と、はい、まあ、アメリカの時に一緒によく遊ばしてもらって、うんうん、はい、まあ、その時に僕らバンドやってて、はい、でヨシ君はいろいろこう仲間で遊んでて、はい、うん、それが何年前。20年ぐらい前ですね、はい、うん、ってことは20年前から知ってるんですね。そうですね。ね、何年前で、あ、2年ぐらい前でしたっけ。うん、1年半か、1年半ぐらい前にね、うん、一緒になんかお茶をしてやってみましょうよっていう話で、うん、カゴチャンネルをするなんて思ってもなかったですよね。思ってなかったですね、うん、どうですかカゴチャンネル。いやー、始まりましたね。始まりましたね。本当始まってよかった、うん、嬉しいです、本当です。お茶をさ、ありがとうございます。いや、これからもね、うん、あのぜひカズシさんのドラムの方も注目して見ていただけたらと思うので、ぜひ注目ください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあこのままエンディングをお話しさせていただきます。はい、このカゴチャンネルではいろんなことを皆さんからのリクエストに答えてやっていきたいと思うので、ぜひ皆さん、リクエストの方よろしくお願いします。メッセージはメールまで。そしてカゴチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。どっか言いたいことありますか。まだ特にないです。ないですか。はい、わかりました。じゃあ、またこれからもカッコチャンネル一緒に盛り上げてください。ぜひよろしくお願いします。はい、以上カッコチャンネルでした。バイバーイ。